ございます。今日はちょっと思考を変えて、これはね、資格のおすすめということで、資格のお話をしようと思います。なのでこんなね、メガネかけてちょっとかっこつけちゃってます。資格の話ですが、ここはね、乾杯チャンネルなので、もちろん乾杯しながらお話をしようと思います。ということで、本日のビールは一番搾り、これを飲みながら資格のお話をしようと思います。何はともあれ乾杯、お疲れさん。乾ということで、突然始まりました資格のすすめでございます。もともとね、資格に関してのその情報発信をしようと思ってたんだけど、まあね、いろいろ忙しくて、飲み会だ旅行だ飲み会だってね、でなかなか先に進まなかったんですが、そろそろ行政書士の試験なんですよ。11月14日、あと10日ですね。なのでちょっとこの辺で一発ね、ぶちかまそうかと思って今日ちょっと作っちゃいました。まあちなみに最初に言っときますけど、これから行政書士の試験を受ける方、間違ってここ来ちゃった人、全然いいんですよ。ここはね、箸休めなんで、本当に試験に対してのその大切な情報が欲しいという方はね、ぜひ佐藤先生のチャンネルを見てください。この先生ねのおかげで私は受かったと思ってます。相性がいいのかもしれないね。で、とにかくね、そうこれが分かんなかったのよっていう、そこをねどんどんやってくれるわけですわ。で、とにかく説明のやり仕方も面白いし、で毎回勉強ばっかりじゃなくて、なんかね、すっとぼけたネタもやってくれて、ちょっとこうリラックスもできるし、とにかくね面白いんですよ。たまに儲け話とかも教えてくれるしね。なので、とにかく私はね、佐藤先生をね尊敬してます。彼のページに合わなかったら、ちょっとね、多分前回は合格してなかったんじゃないかなっていうぐらい、大げさじゃなくて本当にね、そのぐらい私の中の問題点を解決してくれました。で、やっぱりね、もうこの辺にあるモヤモヤが少なければ少ないほど自信を持って試験には臨めるんで、おすすめです。まだ佐藤先生のページ見たことない人はぜひ行ってください。後で URL 貼っときます。あとね、行政書士になったらどんな生活が待ってんのかなとか、そういう人はね、古川先生のチャンネルを見るといいですね。もうね、あのチャンネル見るとね、気分が舞い上がりますね。間違いなくテンション上がりますよ。やばいなって感じ。あんな素敵な生活が待ってんだったら、何としてでもやらなきゃっていうね、モチベーションアップにはね、最高です。こちらも URL 貼っとくので、興味のある方はそちらも見てくださいね。ってことで、まずはね、私の資格について、簡単にちょっと、紹介しちゃいますね。結構面白い資格も持ってて、まあ、普通の資格は、車の免許ね、普通免許とか、あとはバイク。バイクはね、中型まで乗れます。あとは、美容師さんの資格も持ってるのね。だからまあ、いざとなったら美容室で働くこともできるかなって感じね。あとは、小学校英語教師の資格も持ってます。TOEIC はね、大したことないのね。650点ぐらいなので、まあこれは別に自慢にも何もなんない。言わない方がいいかなってやつね。あとは、メンタル心理専門士。これはね、なかなか面白いかもしんない。で、あとね、保育士。保育士はね、3年ぐらい前に取れたのかな。これはね、完全独学で取りました。なのでね、お金はね、かかってないね。テキスト買ったかな。テキストを買ったが1600円ぐらいかかったかな。あとなんだっけ。あ、そうだ。この間、ファイナンシャルプランナーの3級受かりました。5月かな。それで、この間ね、9月
に受けたのはファイナンシャルプランナー2級。これはね、学科受かりました。でもね、実技はね、なんと、ざっと腹立つんだよね。59点だったから、あと1点、あと1点ってとこでね、惜しくもね、落ちてしまいました。だから1月は、ファイナンシャルプランナー2級の実技を受けようと思います。これはね、絶対に受かるね。もうあと1点だったんだぜ。こんな悔しいことはない。まあね、ざっと私の資格はそんな感じかな。もしかしたら忘れてるのもまだあるかもしれない。あ、そうだ。行政書士も資格取りました。去年受けたやつ。で、とにかくまあ行政書士の試験まであと10日っていうことで、まあ皆さん頑張ってください。絶対にね、諦めちゃダメ。でね、意外とね、受験代払ってて、もう受験の日も決まってるのに、行かない人がいるんだよね。で、行かないのが、その、体調不良とかで行かないのは、それがしょうがない。行かないんじゃなくて、行けないっていうのはね、それはしょうがないんだけど、行かないっていうのはね、ダメ。絶対行きましょう。行って。で、もう、どんなに勉強して、模擬試験とかでも、20点とか30点しか取れなかった。それでもいいんです。試験場に行って、試験を受けましょう。で、試験を受けたらね、絶対受かんなかったら殺されるわけじゃないんだし、いいのいいの。とにかくね、超、超本格的な模擬試験を受けに行くっていうような心構えでも全然いいんで、とにかく受けに行ってください。行かないのはね、もったいない。行くことで、あなたの経験値が絶対に上がります。もうダメだと思って行かなかったって、こんなね、もったいないことはない。もうお金払ったんだし、受験料が手元にあるんだったら、絶対に行きましょう。行ってください。お願い。で、あとね、合格点、ちょっと危ないなっていう人ね、あと10日、10日あるとね、何でもまだできるよ。で、もう、例えば今 30% とか 40% しかできない人だって、可能性はゼロではない。なんて言ったってね、選択問題なんで、山間でどうにかなる可能性はある。あとはね、筆記試験。筆記試験もね、もうとにかく、なんかキーワードを一つでも二つでも書けば中間点もらえるんだから。もうとにかく言ってみよう。とにかくでなんか書く。で、もうとにかくこう、ギリギリでもいいんですよ。ギリギリでも合格は合格。満点でもギリギリでも合格は合格です。だから、絶対に諦めないで、前の日まで頑張りましょう。前の日までかな。まあ、前の日はね、さっさと寝た方がいいと思うね。あんまりね、緊張して眠れなくてもいいことないんで。ちなみにね、ここにね、私がね、ちょこちょこ書いたね、ノートがあるんですよ。3ページ4ページ。90ぴったり10ページでございます。まあでもね、これノートはね、やっぱりね、あまり意味ないかもね。結局これノートをなんか分かんないところ自分でまとめたんだけど、読み返した記憶がない。まあとりあえず書いて安心したっていうだけだな、これね。で、まあ、たった10ページだけど、まあ、これをね、とりあえず、試験会場に持ってって、直前にチャラチャラっと見て、なんとなく安心するためにね、あってもいいのかなとは思うけど、あんまりこんなノート一冊をびっしり書くいうのは、どうかと思いますね。まあ、あと10日で、もう試験だっていう人に今更言ってもしょうがないんだけど、でもね、私はね、あと10日でもね、これはいいなと思った勉強方法があったんだけど、アプリの、もう皆さん使ってるかもしれないんだけど、行政書士の過去問合格道場だったかなっていうのがあって、行政書士合格道場だね。これも後で URL 貼っとくけど、
ここで、過去問とかがね、全部チェックできるわけですよ。で、確かね、筆記試験もここで確認ができるはずなんで、恐ろしく遅くなってる。あれかな、そろそろ試験近いからみんなアクセスしてんのかな。全然繋がらない。やっと繋がったよ。まあ、ここでね、この一問一答とか、これね、今もしかしたら有料になっちゃったのかな。でもね、過去別の過去問は無料って書いてるんで、こういうのを使って電車の中とか、その通勤途中とかの空き時間、休みとかにやるのもいいのかなって思います。とりあえずちょっと、まあこれはね、なんかぐるぐるしてるからダメだね。ぐるぐるしてるっていうか、全然出てこないわ。まああと10日っていうことなんで、10日あれば何でもできる。まだまだ10日あるっていうふうに思って、最後まで絶対諦めないで頑張ってください。でね、やっぱね、よくね、主婦でも合格とかって書いてるのあるじゃない。こんな難関でも主婦でも合格って、あれけど主婦ってね、意外とね、時間あるんだよね。一番大変なのは働きながら資格取る人が一番大変だと思う。っていうのも、私も一応ね、主婦をやってたことがあるんだけど、主婦はね、やっぱりそれはね、大変だよ、それこそ。大変大変。主婦がね、楽だなんつったらね、炎上しちゃうからそんなことは言わないけど、主婦、専業主婦もね、大変なんです。大変だけれども、やっぱりね、時間的余裕っていうのはね、絶対的に多いの。テレビ見たりする時間もあるし、ね、ちょっと昼寝する時間もあるし、そういう余裕の時間を勉強にぶっ込むっていうことでね、結構集中してできるんです。ただね、仕事してる人はやっぱり1日8時間とかっていう時間を拘束されるんでしょう、会社に。で、なおかつ、家のすぐ裏が会社っていうような特別な環境でもなければ、だいたいドア2ドアでね、30分だったら早いもんですよ。なんだかんだでね、1時間ぐらいかかると思うんです。40分、45分。だからトータルでね、10時間はね、もうなくなっちゃうわけ。おいで寝る時間とかって考えると、本当に勉強する時間ってね、すごい少ないんですよ。だからそこで、勉強するってなると、本当にすごい大変だと思います。で、私は職もやったこともあるし、普通の会社員もやったことあるし、ただこの行政書士の試験に関しては、去年の11月に受けたけど、去年はね、まるまる私はね、保育士をやってたわけ。だからもうガチ、デスクワークでもないから、こっそり、なんて言うんだろう、隠れてね、勉強するっていうこともできず、もうガチガチで仕事中は全く手がつけられず、で、昼休み中の10分とか20分勉強したり、あと、まあ、本当に家帰ってご飯食べたら眠くなっちゃうんで、ご飯食べる前の1時間とか2時間とか、勉強したりとか、で、もう本当に集中しました。で、って言ってもね、土曜日とか飲みに行ってたんだけど、さすがにね、試験のね、2週間、3週間ぐらい前からはね、もう飲みに行くのもやめましたね。で、もうガーッと集中。だからもう多分、14日、試験の皆さんは、まあ今週末、来週末はちょっと週末なしということで、まあ、そのぐらいはね、ちょっと覚悟した方がいいと思いますね。よっぽどのことがなければ、集中、集中。で、例えば、土曜日、日曜日、2日間集中できるとして、1日、8時間できるとしたら、24時間あるんですよ。これすごいっすよ。まあ、13日土曜日はね、あんまりできないかもしれないけど、まあ、やるとしたらそんな気あるわけ。だから、いっぱいできる。諦めないで、頑張りましょう。ってことでね、今日は行政書士の試験のことでちょっとお話ししちゃいました。まあ今日はね、資格のすすめということで、このシリーズ第1回目なんで、ちょっとさらーっとね、マインド的なこと言っちゃいましたけど、次回は、
またもうちょっと突っ込んだお話とかできればいいかな、なんて思っております。応援してますので、頑張ってください。私はね、心の底から皆さんのことを応援しながら、